よろしくお願いします。先ほどから緊張してたんですけど、なかなか終わらなくて、緊張の限界が突破してるんですけど、東芝メモリーの山田と申します。もともと東芝にいたというのを朝ちょっと自己紹介したんですけれども、東芝にいた時はその Linux の開発で、まあ、社内向けのディストリビューションだとか、で先ほど言ったポーキーだとかデビアンだとかっていうのを使って、まあ、作っていました。で今の業務はちょっとそこからは外れちゃってるんで、先ほどの話とかは非常に懐かしいなと思いつつも、翼刀を使う悩みから解放されたんで今は幸せです。でですね、今東芝メモリって東芝の資本を外れて今度社名変更っていうのを検討してて、で、まあ、そろそろかなと思って今日の発表のタイミングを狙ってたんですけど、まだ間に合わなかったのでまた今度来ようかなと思ってます。で今回の発表の内容は、まあ、デビアン、組み込みボードとかだと、まあ、SD カードにその Linux ディストリビューション入れて立ち上げてずっと使うっていうのが、まあ、よくあると思うんですけれども、SD カードってこう寿命があるんで、まあ、できるだけ書き込みは減らしたいっていうのがあると思うんで、まあ、そういった方法の紹介と、で、まあ、そういった方法ってそのデビアンウィキとか、まあ、ネットでググってもらうと結構いろいろ見つかるんですけど、まあ、その副作用というか、まあ、単純にその方法を適用するだけじゃダメで、まあ、ちょっと考えなきゃいけない問題もあるっていうんで、まあ、そこら辺の紹介も含めてしたいなと思っています。はい、発表のアジェンダはこのようになっています。で、まあ、背景といたしまして、組み込み機器で、まあ、ブートデバイスとして SD カードを使うというのは機械が多いと思います。で、まあ、典型例はラズベリーパイで、ラズビアンとかはまあ SD カードにインストールして使うということですが、まあ、SD カードには書き込み回数に制限があって、まあ、一定数書き込んじゃうともう使えなくなっちゃうという話があります。でまあ、SD カードの寿命が尽きちゃえばもうそのボードは起動しなくなる、ないしはリードオンリーでしか使えなくなるということなので、まあ、注意しないといけませんと。で特にですね、 Linux ディストリビューションっていろいろパッケージが入ってて、デーモンとか動いててってなると、まあ、ユーザーというか使い手というか開発者というか、まあ、そういった人たちが、意図してない書き込みというのはかなり多く存在してて、まあ、そういった書き込みっていうのをちゃんと考慮してないといつの間にかその SD カードの書き込みが使われていて、まあ、寿命は想定よりも少なくなっちゃうという問題があります。でこれは、まあ、一つの例なんですけど、 Nginx のサービス、Nginx っていうパッケージがあって、それってウェブサーバーを立ち上げるための、まあ、パッケージなんですけれども、ウェブサーバーにアクセスあった時に、バールの下にあるEngineX っていうディレクトリがあって、まあ、その下にアクセスログとかエラーログとかっていうのが入ってます。でアクセスがあると、このアクセスログにまあ書き込みが行われるとか、まあ、あとウェブサーバーに何か問題があるとエラーログに書き込みが行われると。でこれって何を言ってるかっていうと、まあ、極端な例で言うと、そのウェブサーバーにアクセスすると、アクセスログにログが書かれるんで、まあ、SD カードが消耗しますと。つまり外からのアクセスによってそのボードは破壊できるっていう、まあ、極端な例で言うと、まあ、そういったことができるということになっています。じゃあですね、意図しない書き込みっていうのを、まあ、できるだけ減らして、寿命を減らす、まあ、対策を取りたいというのは普通考えると思うんですけど、まあ、一つの対策としては、SD カードそのものを使わない、つまり書き込みしない、ルート FS を例えばリードマウントして、リードオンリーマウントにして、まあ、一切書き込みをしないとか、あと外部ストレージを使う、まあ、書き込みは全部そこにあるっていうのが一つの対策かと思います。でもう一つの対策は、とは言っても、まあ、SD カードせっかくあるんで、できるだけまあ書き込みはしつつ、まあ、重要性の低いものは書き込まないと、まあ、そういった対策っていうのもまあ考えられるかなと思っています。で今回はこっちの話になります。で、まあ、その書き込まないようにするにはどうしたらいいかっていうと、まあ、よくある方法は、揮発化する、まあ、ラムディスクを使って、書き込みはメモリ上に書く、ないしはその書き込みを無効化するというやり方になるかなと思います。
で、まあ、揮発化するってことはある種リブートしちゃうとその内容は消えちゃうので、まあ、そういったのは許容できるという前提が必要になります。で本発表の、まあ、過程になりますけれども、PEC86 で、まあ、評価環境を VM を使ってやってます。で、まあ、Debian の Q とこら辺を使ってます。で、まあ、背景にも言ったようにルート FS としてそれが SD カードに入っていて EXT4 を使っていると。で、まあ、起動するときにその SD カードに入っているルート FS をマウントして使う。で、まあ、先ほど言った重要性の低い書き込みで、まあ、シャットアウトできそうな書き込みの要因を5つに分類しています。でそれぞれ後で紹介しますけれども、1つはそのシステムにサービスとか、まあ、デーモンですね、そういったもののログファイルの書き込みを、まあ、そもそもしないようにする。であとキャッシュファイルで、あとはですねファイルへのアクセス時間の記録で、あとスワップで、それ以外の、まあ、何らかの書き込みを行うプロセス、まあ、こういったものがあるかと思います。で1つ目なんですけれども、システム D サービスでログファイルへの定期的な書き込みで、ですね、まあ、Linux を起動すると、まあ、システム D のサービスっていうのがたくさん同時に起動して、まあ、定常的に動くと。で、まあ、その中でもやっぱりバーログに書いてるやつっていうのは何人もいて、まあ、そういったサービスっていうのは、まあ、バーログに書いて、ここのディレクトリへの書き込みを発生させるので、まあ、SD カードを消耗してますという話になります。であとキャッシュファイルですね。でキャッシュファイルって多分皆さん想像つくと思うんですけど、まあ、例えば、ネットワークアクセスを減らすために一時的にその前に読んだものをローカルに残しておいて次に動かすときにそいつを使うと。で例えばパッケージ管理システムのアプトって、バーキャッシュのアプトに、これまで そのインストールの使ったデブファイルっていうのが書き込まれているの でしかもキャッシュなんで比較的そのでっかいファイルメガバイトとか、まあ、そういった単位のファイルが、そのバーキャッシュの下に残ったりして で、まあ、でっかいとそれだけ、SD カードの消耗が激しいという話になります。あとアクセス時間ですね。で今回限定で EXT4 で、EXT4 だとファイルとか、まあ、ディレクトリに対して、メタデータがあります。でその中でアクセスタイムっていうのがあって、これは何かっていう とファイルとかディレクトリに対して、読み書きを行った時刻を記録するためのものです。で、EXT4 でデフォルトのマウントオプションがレラタイムっていうのになってて、でこれは何かっていうと、まあ、24時間、そのファイルとかディレクトリにアクセスしてませんって時に、それがたとえ読み込み処理であったとしてもこのアクセスタイムを更新するために、ディスクへの書き込みが発生するといったものになっています。で課題4はスワップですね。まあ、これはメモリが足んなくなると、メモリの一部をそのファイルというかディスクに入ってメモリの空き容量を増やすと。これも SD カードに対する書き込みなので、まあ、負荷になるという話になっています。で、まあ、先ほど述べた課題1から4の中以外のもの、まあ、そういったプロセスもやっぱり存在していて、例えばタイマーとか処理とか、まあ、カーネルセットの、まあ、ジャーナル処理とか、まあ、こういった処理もやっぱりいるんで、まあ無効化できるなり、まあ、揮発化できるなりすれば対策をすればいいと思うんですけど、まあ、そもそも誰がどこに書いてるかっていうのはちゃんと知っておかないと対策は取れないというのが課題になっています。でそれぞれの課題に対して、3種類アプローチを提示しています。で1つは、TempFS ラムディスクを使って、ディレクトリやファイルを揮発化します。でアプローチ2は、まあ、機能を硬化します。アプローチ3は、その誰が書いてるかどこに書いてるかっていうのを、検出する、仕組みを、まあ、作ろうという話になります。で1つ目なんですけど、まあ、ラムディスクを使って、作って、ディレクトリなりファイルなりを揮発化するということです。
で今回はシステム D のサービスを一部使ってやってます。でポーキーだと確かポピュレートボラタイル .sh みたいなスクリプトがあって、それが似たようなこと やれたと思うんですけど、システム D サービスだと、この最初のシステム D リマウント FS サービスで FS タブを読み込んで、RAM ディスクを作るという処理をやる。その後に、このシステム D テンプファイルズセットアップサービスというので、作った RAM ディスクをそのルート FS で揮発化したいディレクトリなりファイルなりを置き換えるという処理をやる。で、まあ、対象はいろいろあるんですけれども、まあ、今回話を単純にするためにバーログとバーキャッシュアップを揮発化するという話にしています。で、先ほど言ったこの FS タブの設定ファイル と、あとシステム D テンプファイルセットアップ、のサービスの設定ファイル、それぞれ載せています。でこちらの最初の行で、RAM ディスクを作ってあげて、で、システム D テンプファイルズセットアップサービスの設定ファイルで、作った RAM ディスクに対するシンボリックリンクを作るという処理になっています。で、この処理を、これをやることによって、1個問題が発生します。っていうのは、バーログを揮発化すると動かなくなるパッケージっていうのが、やっぱりいくつか存在してて、NGX とかはまあこれの代表みたいなものなんですけど、NGX ってシステム D サービス起動をしたときに、バーログの NGX のディレクトリを見に行くようになってて、でこれがないと、起動に失敗することになってます。なんで、揮発化しちゃって、そのバーログを今揮発化しようという話になってるので、これが揮発化すると、このディレクトリがないと失敗するということで、NGX でパッケージインストールしたときにこいつを作ってくれるんですけど、それはインストール時だけの話なので、一回リブートしちゃうとまあなくなってしまって、 NGX も動かなくなるという話になっています。でこれの対策としてはやっぱり同じように、起動したときに、まあ、RAM ディスクを作るんだけれども、それと一緒に、NGX のディレクトリだとか、ログファイルを一緒に生成してあげるということで対策は取れます。でただ今回 NGX だけなんですけど、まあこういうパッケージはいくつもあるみたいで、ちょっと不正確なんですけど、スクリプトを組んでちょっと自動で検出するとなんか1000個ぐらいのパッケージがこんな感じのやつがあるかなっていう感じだったんで、まあ、これを、こういう対策を取る場合は注意が必要になっています。でさらに注意点ですね、まあ、RAM ディスクを使うということなので、トレードオフで、メモリを使うことになります。で、テンプ FS のデフォルト設定だと、物理メモリの半分くらいまで使いますっていう、話になっているので、まあ、ログファイルの場合だと、ログローテートとかの設定ファイルで、まあ、サイズの上限決めて回すようにしとかないと、メモリを今度逆に使ってしまうという問題があるので注意が必要です。でアプローチ2の機能の無効化の話になります。これはまあ簡単で、先ほどレラータイムでマウントすると、リード、アクセス時間を更新するという話だったので、これをノーウェイタイムマウントにするという話になります。でノーウェイタイムマウントにすると、アクセス時間の更新というのは一切無効化されるので、まあ、それに伴うディスクアクセスっていうのはなくなるんですけれども、やっぱりこれも注意点が必要で、A タイムが更新されている前提で動くパッケージっていうのがなんかあるらしくって、でメーラーソフトの MUTT ですかね、こういうのもあるらしいので、まあ、そういうパッケージは動かなくなるというリスクがあります。であとですね、このノー A タイムのマウントオプションが有効化されるのはリマウント、システム D サービスのリマウントが起きるまでなので、電源オンからこの間に関する、アクセスタイムの更新というのは防ぎようが実はなくて、起動オプションでもノーウェイタイム指定できないので、ちょっとこの間の時間だけはどうしようもないという、まあ、問題もあります。であと、スワップの無効化ですね。まあ、これは単純に使いませんという話になります。
で、まあ、同じようにアプローチと同じようにメモリをその分使う、メモリが足んなくなった時に、対策が取れないので、まあ、システム全体としてどれくらいメモリを使うかっていう、まあ、そういう想定はしないといけません。で最後アプローチ3になりますけれども、これはいろいろやり方があるんですけれど、今回 FANOTIME という、コマンドを使うことにします。これ何かっていうと、ファイルシステムのイベントを監視するための、仕組みになってて、まあ、あるマウントポイントの下で行われるファイルに対する操作っていうのを監視できるようになっています。で、マンページ見るとエグザンプルもあるんですが、このエグザンプルをちょっと改良して、書き込みの監視プラスその書き込みが誰かの、PID を出力するようにしました。で、まあ、もうちょっとスマートにやると、BCC ツールとかっていうのもあるんで、まあ、そっちをやってもいいかなと思っています。で評価の方に入りたいと思うんですけど、評価どうするかで、まあ、ディスクに対する書き込みってそもそもどうやって、認識するかなんですけど、これもいくつか方法あるんですけど、今回はその SysFS の下にある、STAT ファイルというのを使います。で、STAT ファイルの5個目の引数、これが、Light.io が発行された、まあ、処理された数になっているので、まあ、これが増加していれば、ディスクに対する、アクセスがあったということが分かります。で、評価1個目になります。やり方としては、まあ、アプローチ1でバール動き発火しますという話なんですけど、まず最初にスタットファイルを見て、で NGX にアクセスします。で NGX にアクセスするとバーログのアクセスドットログに書き込まれます。でその後にシンクコマンドを打って、でもう一回スタットファイルを見ると、でこれをスリープして繰り返すということをやっています。で、こっちがその何もしないパターン。で何もしないパターンだと、まあ、定期的にそのバーログの下のログファイルが書き込まれて、どんどんライトアイオの数が増えていくと。で、対策をしたパターンは、基本的にライトアイオは発生しないはずなんですけど、まあ、単調増加してますと。でこれは、シンクコマンドですね。シンクコマンド1回実行するとライトアイオ1個発行されるみたいで、まあ、これはちょっとどうしようもないかな。2つ目の、評価になってます。これはバーログのキャッシュ、バーログのキャッ、バーキャッシュのアップか。バーキャッシュのアップと、まあ、揮発化しましたという話になってます。で、まあ、スタットファイルを同じように見て、アップトコマンドで、VIM のパッケージをインストールしました。で、まあ、こっちは対策を取ってない方なんですけど、対策を取ると、大体100個ぐらいのライトアイオの数が減りましたという話になってます。ただ VIM のインストールって別にバーログだけじゃなくて、バーキャッシュアップだけじゃなくていろんなところにファイル入れていくんで、そもそものライトアイオンの数は大きいということになっています。で3つ目の評価になります。これはアクセスタイムの更新を、まあ、しないようにしますという話で、まあ、影響を防ぐためにですね、アプローチ1の揮発化の一応適用済みということで評価しています。で、本当は24時間ずっと動かしてみると一番いいんですけど、まあ、今回はちょっと時間を短くするために、強制的にシステム時刻を24時間進めて、で、まあ、あとずっと動かしていくということをやっています。で24時間、時間を進めた直後にもうライトアイオがぐっと増えていって、で、しばらくすると、まあ、単調動画になっているというのが見て取れます。でこっちの方は、アプローチ1と2を両方適用しているので、基本的にライト IO は、ライト IO は増えないはずなんですけど、ここでちょっと増えています。でこれはそのバーログ以外のどっかに書き込むやつがいるという、何か犯人がいるということが、まあ、これでは分かっています。評価4は、まあ、スワップを動かしますという話なんですけど、これ評価するには、メモリを、まあ、なんていうか、メモリをいっぱい使わないと評価できなくて、で、メモリ
が足りなくなると、そもそも評価できなくなっちゃうんで、今回はちょっとその無効化されてるっていうのを見ていただきになってます。で最後ですね、まあ、誰が書き込んでるか分かんないというのを、まあ、検出する、監視するプログラムの評価になってます。で、その FL Notify を、まあ、ベースに改造したものを1時間ずっと走らせて、で、まあ、アプローチ1度には適用済みの状態でやってます。で、まあ、結果はちょっとアペンディックスの方になってますけれども、その中でまあ見つかったようなプロセス ID、書き込みを行っている、プロセス ID が一つ見つかってて、でまあ、これを調べると、upower.service で、まあ、こういう、システム D のサービスが、バーリブの下ですね、に対する書き込みを行っているということが分かりました。でまあ、これに対しては、アプローチ1に1かないしは2を適用すれば、まあ、さらにディスクアクセスの、低減を図れるということで、まあ、別途検討すればいい話かなと思っています。はい、以上になります。まとめとしては、まあ、SD カードの書き込み、不要な書き込みを減らすということで、まあ、設定ファイルを使って、まあ、揮発化や、まあ、無効化というのをやって、ディスクアクセスを低減しました。であとは、まあ、書き込みの監視プログラムを使って、まあ、認識していない書き込みというのを検出する。ための方法を紹介しました。で、まあ、今後の課題というか、まあ、こうあったらいいなっていう話で、やっぱり NGX みたいに、揮発化することで動かなくなるパッケージって、それに対してわざわざまた対応を取るのってめんどくさいので、そこをなんか自動的にできたらいいかなと思っています。であとですね、Kdump を使ってると、パニックした時にそのメモリの内容を全部、リスクに吐くんですけど、バールを揮発化しててで、その状態のメモリダンプを、まあ、吐くと。で、その後に、そのバールの中身を見るっていうのは、まあ、ググった感じだと、なんか難しいみたいな話になってて、これはまあ、なんか対策というか、例えば、パニック起きた時に、一回フック仕掛けて、バールの中身だけをディスクに置くとか、そういった対策をしないといけないのかなと思っています。以上になります。リアルの人もいるし、いろいろな質問がありそうな気がするんですけど、何か質疑応答ありましたら、ぜひ。リルエイタイムの評価の話あれ時間の進め方って普通のデートコマンドとかでいいですか？あ、でそれでアクセスが出ちゃうと、ああいうのってモノトニックタイマーみたいなやつで起動時間からなのかなと思ってたんですけど、全体時刻も進むと出ちゃうんですよね。そう。24時間進めて、多分この後にその。なんかデーモンが動いてると思うんですけど、このデーモンが例えば設定ファイルとか見てたりしてて、で、まあ、24時間経ってるんで、アクセスタイム更新って言って、まあ、このグーッと出てるのが出てると、はい、いうものかなと思っています。はい、他はどうでしょうか、はい、じゃあ。あ、いいですね。ランドフラッシュはですね、最終的に保証モードに入ってしまうくらい懸念されるような書き込みが普通のサーバーで動くと発生しているのか、それはこういう対策で軽減できますよっていう話なのかなと思ってたんですけど、SD カードの IO コントローラーについて言われるのってそこまで信用できないものなんでしょうか。前作った製品がすごいバレになってきちゃって。やばいのかな、実際シスログ動いてて、シスログがじゃんじゃんバーログの下に書いてたような気がすごくするんですけど、それは 何年持つのか、ちょっと悪いですか。何年持つかは、何度 その書き込み方式にもよるんで、それによって、まあ、何回まで書き込み持ちますよっていう話があって、ちょっとここでは正確な数字言えないんですけど、例えば今回 NGX の話を知っているじゃないですか。であるディストリビューションを全く設定しないで使ってました。
で、REST API とかって叩くと、あれって NGINX 経由で動くん で、 で、REST API をこう外から頻繁に呼んでると、そのディストリビューションが死んじゃったっていうか、使えなくなったっていう話が、でそれがなんか2ヶ月とかそんなもんで使えなくなったって話があって、でまあ、ちゃんと検討しとかないと、まあ、製品意味だとやっぱり対策は取っておかないといかんかなと思ってます。実はいたずらでちょっとスクリプト書いて、もういいやこの SD メモリーカードはっていう、そのフリーの SD メモリーカードがあったんで、それにあの書いては消して書いては消してっていうそういうスクリプト書いて、1ギガのないちっちゃいやつ、それでほったらかしておいたんだけど、1週間ぐらいでなんとなく変になってきたなっていう感じがあったり、結構面白いよこれやってみると批判だあの僕が言ったって聞かないでねって感じなんだけど、あの結構あの実験してみると意外とあの SD メモリーカードってああそういうもんなんだなっていうのが結構分かったり、3用用になったんじゃないですか、 SLC と MLC の使い分けができて、だから製品について聞いちゃったら、いやそれはだから製品作るときに、まあ、ハードの担当なりが、考えないとダメ。少なくとも僕はウォークマンっていろいろやってますけど、まあ、基本 EMMC とか使うんですけど、最近は外付けの当然マイブレスとかそういうの使えるんですけど、 SD カードって SD カードの中でコントローラーがあるんですよ、当たり前なんですけど、かつその先に要はまあ SLC とか MLC とか、まあ、最近 TLC とかじゃないですけど、どういうそのメモリーを使うとかで、やっぱりそのメモリーカード の、 そのコントローラーが内部でやっぱ空きブロックじゃないですけど、どうやってウェアデリングしてるかとか、その空きブロック の、 そのマネージメントも含めてどうやってやってるかによって、多分その性能とか、あとやっぱりどのくらい伸びるかとか全然多分違うと思うので、実際やっぱりどういうカードを使ってるかによって、同じそのアクセスタイミングがあったとしても、やっぱりどうやって内部で管理するっていうのが全く違うと思うので、多分一概にはちょっと言えないのかな。ものが飛んで早くあのダメになっちゃうものはきっと早くダメになっちゃうでしょうし、割となんかの伸びるっていうか持つやつもあるかもしれないですけど、使うカードっていうか、かなり違う。IO の回数っていうのはもう、ブロックデバイスにも IO が出てるっていうこと、そうですね、ただサイズの話は今回してないんで、まあ、サイズによってもまた変わると。まあ、今回はあのシンプルな評価なんで、ライト IO の数だけを見て。例えば、UBIFS とか、昔あった、ウェアレベリング付きの回避システムを使ったりすると、また変わってくる、ライトの回数。まあ、そうですね。それラバなんですか、ね、引けないんですかね、MDT ブロックの上に SD 上に引けないんだ、まあ、先生、例えば SD カードの中でもさらにやコントロールを普通やるので、はい、であとはちょっと上田さんのさっきの話に関連して、寿命が尽きる瞬間ってどうなるのっていうで、うちでもちょっと実験してた人がいて、でその時は勝手にリードオンリーマウントになってたっていう。そうで、ご経験上そうですよ、ね、で皆さんその どうなんか知ってるのかなっていう。リードオンリーになりますみたいな。いや、まさにプッツンって感じになりますよ。リードオンリーマウントになるのはもう壊れたことがディテクトできた瞬間なので、実際にはそのもっと手前で破壊されているので、そうですね、あの実はもう壊れているけど動き続けているって一番嫌なタイミングが長期的には存在します。単純にファイルシステムが壊れたので、ファイルシステムをマウントするタイミングなり何なりで、あメタデータ壊れているからもう何かおかしいので、リードオンリーにフォールバックしますよっていう挙動をファイルシステムがやっているだけなので、はい、残念ながら壊れてます。何も信用できない期間があるので、でさっきあの書き込みってどういうあれですかねっていう、これあの NVMe の難度とかだと、最近だとその書き込み容量が 600TBPW とか、なんかそうやって指標を示しているものがあるので、そうですね、そういうのは設計とかにちゃんと使えるデータかな、データで、逆に提示されてない場合はあらゆる可能性がアンノンなので、例えば今回これで評価したから大丈夫だったって言っても、生産側が代替で切り替えちゃったりとかっていう風にした時は何の保証もないので、本当にそこまでシビアに気になる場合は
ベンダーさんに、こういう使い方をして、こういうことを考えているんだけどみたいなのを裏取りしないといけないっていう話になってくるという認識です。メモリーのベンダーさんにね。メモリーのベンダーさんに、ストレージのベンダーさんに聞いて。で、まあ、そうすると、まあ、いわゆる産業用のっていうのが提案されたりして、値段がいきなり上がって、コストがアンマッチになって、どうしようっていう戦争が始まりますけど、まあ、そこは技術者の仕事だと思う。いやでも相当にマジにやるんだから、半導体 のメモリーのベンダーさん、信頼を受けるベンダーさんとちゃんと付き合えるかどうかって結構信頼性に大きく影響するところなので、おそらくトヨタさん、アテムが出てきましたよね、東芝さんであるとかそういうところでいろいろお付き合いあると思いますけど、いろいろこう実験データなんかお互いにやり取りして、でそれで、信頼関係を結ぶというのはすごい重要だと思います。本当に重要なファイルとか CRC を付与して、検証できるようにするとか、まあ、多段的な仕組みでそのストレージに入っているデータを保護する必要はあるかなという認識です。揮発化するっていうと、もう基本的には書かれたデータ全部消えるっていうんですけど、消えるタイミングっていうのは定期的に消してる感じですか？いや、定期的に消してるわけではなくって、単純にラムディスクに書いてるんで、リブートしたら消えます、シャットダウンしたら消えますっていう話をして、リブートするまでそしたら溜まり続けてメモリー増え続けるっていうことですよね。ごめんなさい、リブートするまではメモリーに溜まり続けるっていうことですよね。で、その対策としては、まあ、ログローテッド使うとか、そういった設定ファイルをちゃんと用意しておかないとダメですっていうことになります。最初に問題提起されていたようなそのアクセスログの場合だと結構頻繁にドス攻撃されると一気に待ってっていうのがありそうだなっていうのを思ったので、もしあれだったらもうデブヌルにリダイレクトしてしまうとかまあそうですで、もう一つ思ったのがいろいろと工夫してたんですけど、簡単に例えばルートの方をリードオンリーマウントした上で、オーバーレイ FS 使って、マウントし、別の、まあ、例えばそのラムディスクというかテンプ FS をマウントの領域マウントして、ログを取るだとかいうやり方でもいけたのかなという。その方法も実は検討はしてて、で、まあ、僕のやり方が悪かったのかもしれないですけど、そのルート FS 全体を、なんていうかユニオン FS じゃないけど、こう他の領域とくっつけて使おうとするときに、まず起動スクリプトの話が出てくると思うんですよ。で、それがなんかうまく動かなかったっていう経験があって、で、まあ、今回はちょっとそういうのを置いといてやってない。ああ、そうか、多分二重にしないといけなくてですね、偽というか、すごい小さい、ルートファイルシステムを作っておいて、でこちらの方は普通に起動した上で、もう一つ本当のルートファイルシステムの方を、そうですね、マウントして、オーバーエンジンでマウントしてってやらないといけないですね。チェンジですね。他にありますでしょうか。じゃあ、これは私のチップスなんですけど、F ノーティファイでプロセス特定した後に、S トレースでライトの、システムコールのライトだけ見てやると、どのファイルをこうちょんちょんって触りに行ってるかとかが見えるので、そこからソースコードをグレップすると、何をやってるんだろうっていうのが、より詳細に見えて、意味不明なライトを直接潰すのにデバッグ役に立ちますっていう、私がやってたので、なんか3番を起動してると、なぜか5秒おきにライトがなんかポコポコ叩かれてて、なんでだろうっていうのは完全に実装ミスで、もう書く必要がないのになんか設定ファイルを5秒おきに同じ内容を書き続けるっていうような挙動してるバグがありました。そういうのも何でしょう、不明な書き込みに該当するのかなと思いますけど、まあ、そういうやつも見たりします。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ山田さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。